昭和と平成、勝つのはどっちだ。第2弾と題して、今回は阪神甲子園球場で試合観戦モードでどっちが勝つのかを見守っていきます。前回実況1回目はね、やっぱ昭和の皆様がすごすぎたので、なかなかね平成は勝つことはできなかったが、今回はどうだ。こちら平成を代表する菅野がこの打線を迎え撃つからね。で、相手ピッチャーが桑田というのは平成1勝目の勝利を挙げた投手でもあるんですよ。で、菅野智之はご存知、最近令和1勝目を挙げましたよね。だからそこもちょっと注目していただきたいね。菅野と桑田、新旧巨人のエース対決、投げ勝つのはどっちかとね。さあ、いきなり1番世界の盗塁王福本ですよ。能力バリ高だからね、こんなん塁に出したらこの菅小葉バッテリーでもかなり苦労することになると思うけどね。まあでも足が速い選手がもう並んでるからね、昭和生まれの皆様ね。だからどのバッターも塁に出してはならない、危ないからね。で、2番に秋山浩二、最近あれですよね、あのソフトバンクの誰だっけ、あれちょっと名前忘れたけどね、さよならホームラン打った時に爆中でしたっけ、あれして話題になりましたけど、元祖はこの秋山さんですからね。身体能力お化けでパワープロでも能力は高えぞ。軽く一撃打てるパワー持っとるからね。そしてこの後にもずらーっとやっべえやつが並んどる。昭和生まれは恐ろしいね。やっぱ能力的なことを考えれば、今回も昭和と平成では昭和の方が強いからね。まあ、その差を、なんていうのかな、埋めて、なんとか平成の皆様には頑張ってもらいたい。3番張本。もう勝つのイメージしかないでしょ。選手としてはやばい実績を残してる。日本のヒットメーカー、唯一日本で3000本安打をね打ってる人ですからね。イチローは日米でっていうことですから、あとアメリカでね、日本ではこの人唯一。ただそれを抑えたね。そして4番は門田。歴代ホームラン数は通算3位だったかな。えげつないホームランを打って40代でも活躍した選手ですから、まあこれからも語り継がれていく人でしょうね。まあそれを相手に菅野はどうする。わあ、これはああギリファール。わ、でもこの打球も結局センター上林を越えていき、秋山浩二さんは三塁でストップだね。かあ、その前の打球がすごかったね。あわやホームラン。まあ結局この後ピンチを作って、さあ菅野は抑えれるのか。キャッチャー田淵。昭和と平成、大きな違いは打力だね。キャッチャーのね、コバと田淵さん、比較するまでもねえわ。まあでもコバはミラクルを起こす男なんでね、もしかしたらこの試合何かあるかもしれないね。はい、菅野、まずは昭和の打線を塁に許しながらもゼロで、ただ菅野レベルですらやっぱりこういう感じで初回から捕まってしまう。初回からこの昭和生まれの恐ろしさっていうものを痛感してしまったけどね。まあ平成も平成でちょっとね、かなり強い選手はいますからね。この桑田を攻略することはできるか。で、中継ぎには高津と、あと伊藤さんを入れてますのでね。まあ桑田を攻略できなかったら、その後に出てくる選手はかなり厄介だからね。1番上林。今回もね、僕の独断と偏見で打線を作らせていただきましたので。ちょっと皆様と思ってるものとは違うかもしれない。これが平成の代表なのって思ってる方いるでしょ。俺が思うにこれが平成の代表だ。ただ上林いきなり三振で、2番に菊池。守備はすごいが、打で見せることはできるか。前回はホームランぐらいでしか得点が入らなかったゲームですからね。まあ、球場が東京ドームから阪神甲子園球場に、広い球場に変わったということもあるんで、今日はね、まあ、連打連打、つないで互いに取る形になるんじゃないかな。なかなかやっぱ一発が出づらいからね。これは打ち上げて。いやー、なんかちょっと待って。昭和生まれの皆様チャンス作ったけどね、平成生まれの方々、淡々と抑えられてるよ、桑田に。いや、これ桑田の言うこと一理あるでしょ。球速などなくても、コントロールがあればアウトロー、うるさい人ですからね。まあ、それを実践してるじゃないですか。実証してるじゃないですか。見事抑えてる。で、やっぱこのカーブですよね。桑田さんといえば。
これはなかなかね、一戦限定で打てるものじゃないよ。シーズントータルでも打てないものね。一戦で打てっていうのは厳しいんじゃないかな。俺は無理だね。よかった今回も一回にして思ってますよ、プレイしなくてどっち目線でもね、抑えるのもきついし打つのもきついからね。で、4番清宮幸太郎です。これからの令和を代表していくバッターですから、今回は特別に4番。まだその実力はないとは思いますけどもね。ただちょっとね、この選手を4番で使うっていうことがこれから意味があることですから、どうでしょうかね。この場面簡単に追い込まれた。スイングしねえな。うわー、実力の差を見せつけられた4番清宮幸太郎。まあこれからの選手ですからね、能力的なことを考えたらこのね、たくさんいる選手の中で最も低いですからね、しゃねえわな。で、菅野と北の侍ガッツの対決。いや、これ注目、俺一番注目だわ。好きな選手同士の対決は、これは菊池の守備範囲でアウト。まず菅野に軍配が上がったね。でも終わりじゃねえぞ、ここから元巨人の小久保と続くんだから。威圧感持ちだからね、顔がちょっとおかしくねえか威圧感感じないでしょ。なんかどこかマイライフの奥義感がある顔ですけどね。まあでも能力は威圧感があるからね、顔はないけど。うレフト近藤が掴んで2アウト。さあこちらも2アウトと追い込みましたよ。で、8番は二塁手の岡田明文さんですね。阪神の監督のイメージがものすごく強い。やっぱ僕リアルタイムで見てない選手が多いですから、昭和生まれの方々はね、どうしても監督とかコーチのイメージが強いですが、名選手ですからね。はい、ただその岡田さんを抑えて2回、いけたね、ゼロでね、菅野らしさが出てきたな。初回は捕まったけどね。で、平成の攻撃は2回、5番からですね。5番は一塁手浅村を起用してますので、まあ、ヒットという形をまず見たいよな。今回ももちろん僕は平成生まれなので平成を応援してるんでね、勝つためには早く得点を取って、そして菅野やその後の中継ぎクローザーで守る、それをしていかないとダメだけど、ちょっとね、レジェンド桑田の前に何にもできてないね、これ。誰かがきっかけを作らんと、そのまま負けると思うよ。何かきっかけを作らんとね。そのきっかけを作ったのは前回大谷翔平だったんだよね。ただまあ今回はね、前回使用したということもあるので、大谷は、オーダーには加えておりませんので、このチームにはいませんのでね。大谷の代わりを誰が務めるかだよ。俺はそれは清宮の役目だと思ってるんですけどもね。やっぱスター選手ですから、これからを担う、時代を担う選手なんでね。で、三塁手は大山です。もうこれは消去法のね、選出ですよ。だって他にいないんだもん、今の時代、平成生まれの三塁手ってね。マジでね、まあ今遊撃手とかセカンドとかはね、有望な選手多くなってきてます。キャッチャーもだんだん多くなってきてるけど、三塁手ほんといないよね。まだ代表っつったら松田とかその辺選ばないとダメなくらいですからね。これから何か三塁手が出てきてくれたらいいんだけどね。まあ大山がもしかしたら大きな花をね、今季開く可能性もありますから。おお、その大山が打ったきっかけ作り、まずやってくれたね。さあここから下位打線ではあるけども、桑田を攻略していきたいとこ。いや、小林ランナーありで回したらね、ちょっと面白いかもしれないよ。パルプンって小林にね、回したら何か起こすかもね。こういう舞台に強いイメージがあるんだけど、源田つなげず。まあでもランナー出たことはね、平成にとってものすごく良かったんじゃないかな。ゼロで抑えられることはなさそうだ。どこかしらで得点を取ることはできるよ。ここできっかけを作れたからね。で、相手は9番から始まる3回の攻撃です。9番に現役の坂本勇人ですね。まあ、令和第1号も打った選手。この選手も昭和生まれですからね。ハンカチ世代ですから。その坂本と菅野の対決。なんか見たいようで見たくなかったわ。別々っていうのはね。ずっと一緒にいてほしいね。離れ離れになってほしくないよ。ずっとお手手つないで野球してね。坂本くんと菅野くんはね。さあ、その対決はどっちが勝つ？フルカウント。珍しくフォアボールを与えるか、菅野。
おえい、みのさん。坂本菅野の対決は菅野に軍配が上がった。乗ってきたね。立ち上がりはちょっと不安定だったけど、その後は今のところ2回、まあ2連続で抑えてますよね。連続でアウトを奪ってるんで、こうなった菅野は止められないんじゃないの。おい、スライダーでいったね。平凡な打球で2アウト。淡々と積み重ねてるな。いやでもこっからパワーヒッターが並ぶところ、さっきやっぱ門田さんにね、かなり強い打球打たれてたからね、あそこにチャンスで回したくはないだろうね。ただここも2球で追い込んだよ。ほんと淡々としてるね。おい、3球三振。乗ってる菅野。まあ平成を代表する、いやこれからの時代を代表するであろう投手ですからね。確か今2年連続の沢村賞とか受賞してなかったっけな、そんな記憶があるんだけどね。さあ小林から始まる3回の攻撃はどうだ。何か起こすか小林が。まだちょっと試合展開は寂しいからね。うん、どちらかが1点取ってくれたらね、これから盛り上がると思うんだけど、まあ、静かな戦いとなってるよここまでは。まあ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 、またあと打席はあるからね、大丈夫大丈夫。何か起こすでしょうね。序盤に起こさずともいいよ。楽しみは次に残しとこうよ。またこの後の小林の打席に注目しましょう。なんかあると思うんでね、なんかあってほしいですね。ネタ的にそっちの方が面白いから。まあでも超一流同士の対決って感じだね。本当に試合が動かなさすぎる。結局大山のヒット1本のみだもんね、出塁できてんのは。あい、あーそこにいる。今なんかシフトかなんか敷いてたんじゃないの、あれ抜けないか。まあ平成またもアウトで2アウト。3回も終えてしまうのか、何の動きもなく。で浜風も吹いてるんでね、これちょっとやっぱホームランが出づらい環境だわな。東京ドームだと風は吹かないからね、影響はないんですけど、今回の戦いの舞台はここですから。あ、菊池が打って、またも2アウトから出塁したよ。ここから吉田正尚、清宮のところ盗塁。おお、決めたね、ナイス菊池。キャッチャーは相手田淵さん。ちょっと能力を見ていくと、ちょっと待って、見ていくと肩力はそこそこにあった選手だと思うんですけどね。そこそこどころじゃないね、 A の88だって。早急 C もついてますからね、よく決めれたもんだね。さあ菊池が広げたチャンス、吉田2アウトストライクと追い込まれてはいるけども、ここからなんかあるの、アクションあるの。ミスターフルスイング、力を見せろ。おお、どうだ、頭越えた。これは平成の先制点ですね。素晴らしい。いや、いいじゃないですか。スモールベースボールって感じでね、ヒットから盗塁から、そしてつなげてっていうね、一発もいいけど、やっぱ、日本ってこういう点の取り方でね、野球をやってきてるんで、日本らしい野球のやり方だね。まだチャンスですよ、清宮幸太郎、2打席目。1点だけじゃやっぱ勝てるチームではないからね。まあこれで前回の動画引き続き先制点を取ったのは平成なんですけどね。うわー、ダメだな、やっぱ力の能力を考えたらやっぱこの戦いにはふさわしくなかったかな。子供扱いされてるよね、実際子供だしね、レジェンド桑田からしたらね。うわ、まあでも1点取ったんでね。さあこの後菅野がもう9回まで守れば勝てるゲームですよ。ほんと3回に取ったあの1点のみですね。勝つ負けるにしても、もうこの平成は1点しか取れないと思いますので、これを守らない限りはちょっと厳しいんじゃないかな。まあ、菅野が本当1人で頑張ってるからね、まあ、1人ではないわ、源田の守備に助けられたりね、まあ、外野のバックに助けられたりしてますから、まあ、平成としては最後まで
もうこんな感じで守り抜いていくしかないですね。ど真ん中じゃないか。そら打たれるわ。これリードオフランナー出すっていうのはどうだろうね。ちょっと待ってください。振り返っていくともしかしたら初めてかもしれないね。これまでのこと考えたらね、あんまりリードオフランナー出してなかった記憶がある。てかこの試合まあ4本5本しかヒット浴びてないですからね。さあこれ初のリードオフをランナーとして出したわけですが、菅野抑えれるか。相手は小笠原。完璧な一撃、確定演出付きのやつだよ。かっけー。けど悔しいここで逆転された。北の侍がね、現巨人と元巨人の選手の対決はここでガッツに軍配が上がった。打った後があのガッツらしさあるよね。バット投げでかっこよすぎる。あーでピッチャーここで変わったね。中継ぎで則本が出てきました。まあ代表戦では中継ぎよくやってる投手なんでね、まあこれも平成生まれを代表する選手なので選出しましたけども、菅野からしたら悔しいノックアウトだろうね。1点を守らなければ勝つ可能性が低かったゲームでガッツにホームランを打たれ、そしてその後出てきた則本もまだ捕まってる。よいよい、結局昭和が勝つのか。まあ能力を考えたら勝ちづらいゲームではあるけども、そこを言い訳にしてほしくはないんだよね。うわー、一気にバカゲームとなったか。これ岡田さんの一撃パワーあるもので、則本一つのアウトも取れずにツーランで4得点目を許す。急に爆発したなぁ。なんなんだよ、これまでゼロで言ってたのに。やっぱ一個きっかけを許すともう隙を見せると駆られるんだね、この打線にはね。でもうピッチャー変えてきたよ、森だ。ほんでもう平成残ってないですよ。どっちのチームも3人しかピッチャー選んでないですからね。先発中継ぎクローザーと。大丈夫 ?7 回の時点で森出してね。これこの後も打たれるようであればこの先すごいゲームになりますよ。スタミナも切れてヘロヘロの状況でこんなチーム投げたらどうなるかってみんな予想できるよね。ボッコボコや。骨すら残らない現場になるぞ。すべてコッパみじんみたいな感じでね。あ、ようやくこの回一つアウト取れたね。秋山さんも抑えて。はい。7回ようやく終了しましたが、ただもう、なんか本当、一本で変わったね。あのリードオフに許したヒット一本で全部空気と流れが変わって、ちょっと終わってみれば平成が大差で負けるというゲームになりそうだな。小林が何かきっかけを作らんと。これまで動かなかった分こんな急に動かれたらちょっと困るわ。でまだこの7回のイニングは桑田できますね。まあ、桑田と菅野の投げ合いも完全に桑田さんの軍配上がってますよ。まあ、分かんない、ここから平成が桑田を捕まえたらトータル的に見たら菅野の勝ちだったと言えるかもしれないね。パルプンテ小林何も起こらずだね。しかし何も起こらず屍のようだというパターンだね。あそこが打たんともう何も起こらんと思う平成。まあ最後まで応援しますけどもね、頑張ってはほしいですけども、見せ場を作れ見せ場を。得点取れなさすぎだよ。前回だと大谷翔平しか打ってなかったんだからね。今回も同じく特定の人物が打つ。まさか大山が2安打打つなんて思わなかったけどね。2安打3出塁ですからね。ただ思わぬ大山が打ってもその後のやつが打たんしつなげんからね。だから平成は結局あの1点しか取れてないの。うわっ、ああこれはスタンド入るね。まあでもあの取った流れがこの菊池の2アウトからの出塁でしたよね。そこから盗塁からの吉田のタイムリーで1点取ったわけ。同じような流れでね、この回チャンスを作れるのであれば何かチャンスが生まれてくると思うんですけどね。ボール3、いやいいよ、ヒットじゃなくてもフォアボールでもね。アウトローおじさん、ちょっと制球が定まってないが、これは甘かった。菊池の長打、二塁いけるっしょ。いけたね、オッケー。吉田に同じチャンスで回したよ。状況は同じですね。さっきはシングルで盗塁、今回はツーベースで二塁にいる。
ミスターフルスイング、いや初代ミスターフルスイングのガッツが打ったんだから、今のフルスイングマン吉田も打たないとね。互いに活躍しようよ。今負けちゃダメよ。おお、吉田も打った。これで1点差迫るツーランホームランですね。試合はまだ、いやーどうだろうね、わかんないっちゃわかんないけど、ただねやっぱ平成はもう2人のピッチャーを消化してもう残ってんの森だけですからね。そう考えたらねちょっと厳しいかもしれない。桑田の武器のカーブを打ってのねフルスイングでのホームラン、急な空中戦の始まりだね。静かなゲームだったのに。で清宮幸太郎続けて打てるか、今日は 3-0。 もう1本出たら同点で、この試合というのは延長15回までやるんでね、やっぱそう考えたら平成としてはこの回逆転していかないとダメなのに、取れたのは2点、1点差には迫ったけどね、まあ高校ですからね、9回裏に2点取ってサヨナラとかもあるかもしれないんで、まあ本当分かんなくなってきましたよ。とにかく森がこの後をしっかりと抑えることだね。8回9回、そのバトン渡しをしないことには平成の勝利はやっぱないから、頑張れ森優衣と、まあ、ソフトバンクのクローザーのサファテがねいない以上、今これがクローザーですからね、抑えてくれることを信じてはいるんだが、張本さんに打たれて、こっからのクリーンアップピンチで回すの、やばいんじゃない。うわー、これの打球も強い、そのままフェンスへ到達。はい、守りきれず。いや、やっぱ則本がね、誤算でしたね。スタミナお化けの則本ですからね。抑えれる則本がいるのであれば、あそこからもう15回まで則本で投げてはいけるっていうのもあったんですけど、プランとしてはね。ただあれがもうすぐ打たれてね、すぐ降板でしたから。森さん頑張って、応援することしか投げないから応援します。ようやくこの回一つアウト取ったかな。一つアウト取るのがすごく時間かかるね。アウトってこんなパワープロで取りづらいものだったんだ。おかしいな、6回まだ取れてたもんね。なんでこうも流れは急に変わるんだろうね。野球って怖えな。またガッツの打球は、まあ、ここまでですけど、犠牲フライにはもう十分すぎる距離。コロコロやね、吉田の送球ひでえな今のね。肩全然ないのか吉田って、あるイメージだったんですけどね。見てよこれ、何バウンドしてる、1、2、3、4、5、6。最後ゴロじゃねえかよ。3点差ってなったらより厳しくなって、この打球も落ちる。まだ終わらないぞ昭和の攻撃。ここでまた塁に出したら面倒だぞ、森押さえとけよ。外れてフォアボール、ランナー1塁2塁で坂本勇人だ。現役選手の中では唯一このメンバーに選出してますが、まだないですねヒットは。まこの辺でもうそろそろ打ちそうな雰囲気はしてるけどね。それとも忖度してくれるかな、同じ現役ですから。忖度ないの、じゃないとなんかもうお前にも打たれたら終わらんと思うわこのイニング。いやー、スリーボールフルカウント、何してる。あー、坂本にも打たれて、これもフェンス到達。岡田さん足も速いんで一気にホーム帰ったね。うわー、もうこれはこうなったらもう本当にもう終わりだね。6回目で0だったゲームがなんで7回8回に4点許してこうなるの、ちょっと悲しすぎる。そして桑田はこのまま行けば完投で行くのかな。高津とあとね伊藤というピッチャーを入れてはいるんですけども、まあ出番なさそうですねこのまま行けば。まあ、先ほども言った通りね、あの平成最初の勝利を挙げたのがこの桑田真澄なんですけど、その時関東勝利で挙げてますからね。で令和第1勝目を挙げた時も、菅野が挙げた時も関東ですから、本当運命的ですよね。で平成第1号目のホームランも現監督の原監督なんですよ。で令和第1号は坂本というね、ちょっとなんかその一撃というもの、あの令和の日に起こった一日の出来事っていうのはなんか運命を感じたけどもね。この試合に別にそんなものは感じないね。淡々と昭和が結局勝って終わる。途中まで面白いゲームだったんだけどな。さあ今日全打席出塁の大山さんです。影のヒーローですよ。
打線のつながりがあれば大山が大活躍して勝ってるって展開もあったかもしれない。ただ大山はねその後がつながってくれないので出塁もできない、得点も返れない。結局連続出塁の流れもここでストップですね。8回淡々と終了して残すイニングは9回です。はい抑えたね。これはセンター誰が取る、誰でもいい。近藤が掴んでアウト。残すは9回裏の攻撃。3つのアウト取られる前に5点差をひっくり返すことはできるのか。源田から始まり小林、上林というところです。平成生まれを代表する選手たちも頑張れとしか言いようがないからやってどうぞ。最後まで本当に応援ですよ。このまま負けたくない。やっぱ昭和って A 時代や、平成ってクソやわって言われるぜ負けたらね。源田の出塁来たよ。なんかねパーティータイム始まるのこっから。さあ小林だ。結局ここまで何も起きず、ただただ3打席凡退してる小林誠司、逆境も働いてるんでね、何か起こすよこの男。え起こせよ、ツーストライク追い込まれたけど何も起こさねえ。お前ただの小林じゃねえかよ。世界の小林、春の小林っていうのは出てこなかったね。通常運転って感じです。見たくない小林だね。これたら隅田に選んでいた方が良かったかもしれない。森の方が良かったかもしれない。おでもその後デッドボール。いややっぱ桑田さんもスタミナ切れてきてると思いますのでね、これはちょっと小林が凡退したのが後で悔やまれるゲーム展開になるかもしれないが、チャンスは広げている。おーで菊池の打球も落ちるね。ランナー満塁で今日ホームランを放ってる吉田正尚、グランドスラム出るか。あー出たよ。ここで昭和生まれの最強のクローザーピッチャーですね。まあこの人の武器といえばあのスライダーでしょう。どうだろう、ここからいけるか、つなげられるか。簡単に追い込まれてる。直球もえげつないからね。追い込まれてからの吉田はフルスイング発揮する。当てただけ。これはゲッツー。なんとも胸クソが悪い試合展開でしょうか。結局パート2となった今回も昭和には勝てず平成の敗北。この試合を振り返っていくと、まず先制点を取ったのは前回同様平成ですね。その後互いに0を並べて6回終了時点では1対0というもう完全な投手戦でしたよね。ただ終わってみればその後ですね、7回ですよね、5番キャッチャー田淵さんのヒットから、その後ガッツのホームラン、これによって全てが崩壊したね。でその後、小久保さんのヒットから岡田さんのホームランで、4点許し、ほんで8回も4点許して終わってみれば8対3、で締めは最後ショートへの併殺打で終わるという、まあ平成からしたらなんとも胸クソの悪いゲームでしょうかね。また勝つことはできなかったわけですよ。個人的には本当この小林には最後まで注目してたんですけどもね。ただあの9回、小林空振り三振、あそこで繋いでたら吉田の併殺打で終わるという展開ではなく、なんかまた違った世界を歩んでいたような気がするんですけども、そんな世界はここにはないですからね。パルプンテを起こしたのは大山でしたね。消去法の三塁手で選出したのをさ、この大山が三出塁の大活躍ですからね。これ後続が繋いでいればどうでしょうかね。結局この8点も許さず、逆に平成が8点取った勝ったゲームになっていたんじゃないでしょうか。でもそんな世界もここにはないわけですから、ない話をしても虚しいだけなので、今回の動画はこれにて終わりにしたいと思います。ここまでこのシリーズパート1パート2とやってきてますけども、次回パート3やるかやらないか、いややろうかな。やっぱりこのシリーズ平成が勝つまでやり続けたいと思いますので、また違ったオーダーでですね、次回昭和に挑みですね、まあ勝つところを皆様と確認していけたらななんて思ってますのでね、今後ピーマンチャンネルでまた動画投稿予定になります。お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またおう。